というわけで、ちょっと暗いな、やってきました、高知県高知市にある、アミューズメントパークプレイランというところです。はい、懐かしのね場所なんです。まあね、懐かしのね自販機があるんですけどね、この辺では唯一のトースト自販機があるということなんですよね。もしかしたらね、もう在庫切れだったら申し訳ないんですけど、今日ちょっとね行ってみようかなと思いますけど、うどんの自販機とラーメン、トーストがあります。でその横にはねゲームセンターがあります。ちょっと今日はねこちらをご紹介しようかなと思います。でまずはじめにちょっとゲームセンターから見ていきましょう。というわけで、ね、ちょっとこっちをねご紹介しようかなと思います。さあこんな感じでイートインスポットもあります。でゴミをね捨てるダストボックスあります。感じです。で、どん。で、トーストがあります。こちらでございます。1個250円、チーズとハムあります。で、その他、まあ、ジュースとかコーヒーとかね自販機があります。まずはじめにね、このトースト注文してみましょう。いけるかな。できました。ちょっと、ああ、こんな感じ。こうやって暑いですね。こんな感じです。ちょっと上げてみましょう。こんな感じです。ハムとマヨネーズかな。あ、うまっ。サクッとします。うん。これは、うん。うん。
このトーストの横しにあるうどん注文してみましょう。天ぷらそば と、天ぷらうどんなんですけど、まあうどんですね。300円です。できました。まあ本当にお店によって内容が違うのでちょっと楽しみですね。きつねとかき揚げかな、入ってます。よし、こちらに置いて箸と薬味あります。七味と割り箸、まあ、七味は今回省略です。はい、こちらがね、あのうどんでございます。ちょっと見てみましょう。これがかき揚げかな、かき揚げとナルトと揚げが入ってます。きつねですね。はい、というわけでちょっと次ラーメンをね注文してみましょう。もう両方ともこれラーメンですね。一つ片方売り切れですけど、おそらく同じやと思います。できました。あー、ちょっと取りにくいな。あちちちちちちちあちちあちち、はい、中華そばみたいな感じですね。こんな感じです。はい、普通にシンプルの中華そばです。懐かしいシンプルなラーメンです。はい、というわけでこんな感じです。はい、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。まあ、今日はこんな感じでねお送りいたしました。本当にあの高知のもう中心部に存在するこのね自販機、懐かしの自販機とこのゲームプラザですね。でその隣がなんかビリヤード、シミュレーション、ゴルフとかカラオケ、ダーツ、インターネットとかあるので、もしかしたらここのここを利用してる人がちょっとこっちでつまんだりみたいなあるかもしれないですね。まだこういうのがねこの街中にね残ってるってのがすごいなって思いますね。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。もちろんね駐車場とかもついております。はい、まあ、もし高知にねお越し、した際はぜひ行ってみてください。とってもねいい場所でございます。はい、ありがとうございました。
YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。